もうちょっと？いや、さっきのでいいと思う。あ、いい。できるだけ叩いてね。空気は入れないけど。わかりました。大丈夫。これ揉むと空気が入り出すんですか？うん、なんかきつねりっていうのができれば別なんですけど、はい、普通になんかこう折りたたんだりすると空気あるから、やらない方がいい。で、それを叩き。見て。なんかまたミックスボールみたいになってるやん。私。椅子ちょっと。出してもそう。え、なんで？え、普通に。うん、ただ横あんまこう広げすぎないし、ね、うん、なんか湯飲みぐらいになる。大丈夫ですか？もうこれ湯飲みになってませんか？まず高さを出してみて。ちょっと高さをね、持っていけば。いやー、ちょっとやばいよ。え、これ、それの丸い方で。でもあれだよ、うちは、あの、こういうの。ね。でも確実に広がっちゃってる。こんな高さ切りますか？これだけ。なんか今度はちゃんと注げるやつ作りたい。あの前その注げないを作ってしまったので。これはとりあえず丸にしてればいいんですか、うん、まず高くして。まず高く、うん、はい、どうですか。割とこう、なんだろう、広がった感じにする、外見は。あとこう、持てるサイズにしといたらいいと思う。確かに。なんか、鉢植え。もうちょっと寄せて。寄せる作業して、こうやって寄せる作業して。なんか急に全然違う形になったけど。そりゃない。やだやだ。あれ、皿にしようかな。使ってないから。なんかさ、美味しい日本酒ほどさ、一滴もこぼしたくないから入れたくないんだよね。これが理想です。なんかこれは化学反応的な感じなのかな。すごい可愛いです。ピンク、でもピンク入れたいな。この水色黄色めっちゃ可愛い、うん、でもなんかポップすぎるかな。しました。じゃん、これピュアのおチョコになっていて、水色と黄色の2色分け。こっちが水色とわらはいっていうんです。なんか白っぽいグレーっぽいのかな。この2色分けになってます。
中はこんな感じ。ちょっと重なってるところが緑っぽくなってて可愛いです。飲み口がこう波をイメージした波々のね。なかそのまま。乾杯。美味しい。わあ、美味しい。え、これね、なんか飲みやすい。飲みやすい。こうデザイン性を求めてて、別にその飲み口がいいっていう風には別に思ってなかったけど、思ったよりあのしっくりくる。なんか量もさ。めっちゃちょうどいい。ちょうどよくない。オフィシャルおちょこぐらいのちょうど良さ。でも、ね、粘土全然使わなかったことがちょっと悔やまれる。だってこんな高くしてさ、こんだけ全然でも。何ぐらい使えそう。良くない人も。キットって本当に何飲んでも美味しいんだけど、あの普通の酒が1500円から1800円ぐらいだとすると、これ1200、300とかで買えるの。なぜか。もう。なぜか。だからね、他の酒蔵さんからしても、困っちゃうの。キッドさんみたいな。キッドさん、そんな価格で売られちゃこっちもみたいなくらい感じの、もうあのアメリカでも売ってる。うん、ちょっとごめんなさい。あの全部の国わからないけど、その海外にも結構売られてるので、私はアメリカにいた時あの売ってるのを見たことがあるから、そう日本に来なくてもあのあなたの国でも飲めるかもっていう。素晴らしいの、本当に素晴らしいの。綺麗な飲み口ね、すごい。これは前に作った作品です。これはもう片口として作ったんですけど、あのハートで可愛くて中にガラスが入ってるんですけど、もうこれがですね、全然すすげなくて垂れるんです。今回できたのがこちら。こちらはおチョコです。こんなぐらいのサイズ感で、はい、水色とピンク、かわいい。こちら黄色と水色なんですけど、中でそのインクがこう溜まって水色になってるのがとってもかわいい。あとは問題は注げるかですね。ちょっとやってみましょう。楽しみ。お願い、注げて、お願い。Thanks for watching this video. If you like it, please subscribe and hit the like button. See you guys in the next video. Bye!